はい、なんとですね、YouTube のチャンネル登録数が500超えました。まあ、あのね、50代の親父の日記というか、原暴録という形でちょっとやってたんですけど、まあ、チャンネル登録してくださってる方が500人も超えて、えー、感無量でございます。まあ,あの、はっきり言ってくだらないというかね、内容なので、あの時間も手間もかけてないので、まあ、あの、 まあいっぱいんだろうメモすればそのうち面白いのも出てくるかな役に立つのも出てくるのかなみたいな感じでやってますのですいません精査してないのではっきり言ってつまらないものはつまらないですはいでえまあ500超えましたはいまああのまあこれあくまでも憲法録としてやってるので収益化なんかは全然目指してません 今後の予定は、まああのまあ、日光に行ってもらなきゃいけないんですよねあの東武鉄道のカモニー集団の切符があるので、まあ、それもやんなきゃいけないしまああと、えー、そうですねデリカミニ君の HDMI コ、えードを頼み忘れててですね、まあ、映像信号を入れられるようになるということで、まあ、それに伴ってどうやったらその、まあ、改造しなくても えこう車の何とんだろう AV っていうかあの機能を高められるかどうかなんかちょっと検討していきたいなと思ってますはいあとですね動く椅子ですね動く椅子をなんとかこういろんなのに活用できないかななんて思ったりしてますのでまあまああと AI とかもチャレンジしていかなきゃいけないかなと思ってますあとですねあの視覚をねあの取り損なったやつ 保育士とかですね、まあそううういっっったとととこころももちょっともう一回再チャレンジしててかなと思まます。まあ取ったからといって何か使えるわけでもないんですけどやっぱ勉強の何て言うのゴールっていうのはやっぱり必要だと思うので、まあ、ただ知ってるだけよりもやっぱりこうね資格を取った方が何てうんだろうこう人には評価されるんじゃないかなと思ってるのでまあ今まで英検とかねそういう外国語の方もやってないので、まあ、その辺もちょっとやっていった方がいいのかなと思って。 ますあとここ最近ハマってうのは数学ですね数学結構論理的な思考を養う学問唯一じゃないですかね。国語とか英語とかってやっぱりこうコミュニケーションで歴史はもう過去から学ぶみたいな形ああの、まあ、社会科学的なところは人とのコミュニケーションでしょうねあと理科っていうのは自然から学ぶというかまあし その自然を利用するという学問で、まあ、唯一数学だけが論理的な、まあ、答えがまあ一つは限らないんですけど、まあ、ほぼ一つになるようになってる学問で、えー、非常に競馬とかですね、まあ、確率論とかそうですよね競馬とかまあそういういろんなことに役に立つぞということだいやんか何か、えー、数理っていう分野もできたみたいですね数学と理科のその公式とかをチョイスしたやつ。 まそこら辺を極めたいなというところは思ってます。まあ今更極めたところでね大学受験するわけでもないんですけどやっぱりこう年取ってくるとですねなんかいろいろなかあのその基礎学問が役に立つんじゃないかなって思ったりなんかしてるわけですよ。はい。まあそんなところでこれからもなんかくだらないやつをどんどんえ作っていきたいな作っていくわけじゃないですね。ただ取ってただ上げてるだけですねすいませんが。はい。 まあそういったところをちょっとまあチャレンジしていきたいなと思ってます。あ、ちなみにですね、えー、のど自慢は33回目落ちました。まあ、34回目次挑戦、頑張ろうかなと思ってます。まあ当然歌唱に出れるレベルではないので、まあ、のど自慢のですね、まああのー、なんて言うんだろう。 うま,いうまい人の枠じゃなくてもいいからちょっと、えー、出たいなというところで頑張ってるんですけどまあこれもなかなか難しいですよねまあはいまあちなみに NHK 料金払ってるっていうのは「紅白歌合戦」と「のど島に出たいがダメっていうところもあるんですけどまあそうじゃなくても NHK って話ですよねあの大河ドラマにしてもそうだ次弘前であるんですけどやっぱりですね石田三成のね、えー、ご子息が弘前藩に 流れ着いてるので、まあ、そういったところもねちょっとこう関連出してくれると嬉しいんですけどね弘前の、ね「のど自慢」ね、えー。じゃあま,まただまたというかはいまたくだらないのいっぱい出しますのでよろしくお願いします。